昨日北朝鮮が発射したミサイルは北海道沖の排他的経済水域内に落下したと推定されています。昨日午後6時27分ごろの函館市内の様子です。ミサイルとみられる光が確認できます。防衛省によりますと、北朝鮮は昨日午後5時21分ごろ、平壌近郊からミサイルを発射。最高高度およそ5700キロで900キロほど飛行し、